さあそれではフェアリーの最弱統一やっていきましょう。今回も最終進化系をベースとしてステータス最弱のポケモンが集います。どうぞ。はい、ククリンが2冠でございます。なので今回助っ人います。どうぞ。バウッツェル君ですね。実はミミッキュと同じく特攻最下位でありながら合計値がなんとミミッキュより1高かったので出てなかったわけですね、本来は。はい、まあミミッキュはその1のステータスの対価にとんでもねえ皮を得ているわけですがねえ、まあいろいろな諸々を考慮すればこっちの方がもともと入ってるべきだったのではという感じですが、まあその辺は固定レギュレーションなのであしからず。でどうすんの、ハッサムどうすんの。ハッサムは絶対やばいんだよな、正直。山張る価値あると思う。プクリン、メレシー、そして残り1体はマリルリでいきますか。よろしくお願いします。もう初手ハッサム来るかもしれないでプクリンいきます。あいつはメレシーでもしんどいんだよな。だってメレシーが格闘テラス切ったらトンボで逃げればいいだけじゃん。なんならトンボを打つ必要すらない。ほう、プクー、外れてしまいましたね。ならば普通にシャイン。ちなみに防御には振っていません。これ多分ね、下手したら一撃でぶっ飛びますよ、こいつ。おお、耐えた。さあ。おお、いい火力出んじゃん、お前。文字打ってたら一発っすよ。でも世の中そんなに甘かわない。撃沈。ここはもう仕方ないでしょ。山張るって言いましたからね。そう、これがハッサムで他のやつ出してたら。その時点でめちゃめちゃきつかったわけで、というか割とハッサムに対しての殺意は今回高めですな。いきますよ。うーん、にしてもマリルリがいるからね。とりあえずどうしましょうか。これ鉄壁ねえんだよな今回は。ボディープレス。まあフラワーちょっともらっちまうと良くないので、これでマリルリのテラスタルは切れなくなったが、まあマリルリはバレパンに対しては多少だけ強い。これでハッサムいなかったらフラワーさすがに効かねえのよ。にしてもこのマスカーニャもしかしたらだけど攻撃面に振ってない可能性もあるのでは。今回は何タイプだっけ、鋼タイプの最強じゃない、最弱統一と同日録画兼同日投稿なので鋼の試合の後を託されている状態でございます。よって頑張りたいね。あー欲しいな、あの技が欲しいな。何かとは言わないけどルーム、なんて技を。くっ、なんて都合のいいルーム。安らだと、これは無念でござるね。せめて何にも動けなかったのはこれちょっと電磁波くんが仕事しすぎなんだよな。これやられるときついっすよ。無念です。これだったらでもマスカーニャのタイミングでトリプルム使っちまうと時間稼ぎされてしまったらね、3対2の状況においてはそれだけできつくなっちまうからな。でも何にも動けないんだったら、いやもう麻痺で何にも動けないとか考慮するんだったらポケモンバトルをやめろ。つうか腹太鼓なのに君体力きそうじゃないか。ザロクの実使ったんですけどね、1個。うん。というのもザロクの実の在庫がもうなくてな。だから1個使って素早さに振って、これで偶数になったはず、オッケーと思ったら多分2下がってしまって、奇数から奇数いったんでしょうね、これ。腹叩くわ。
それじゃあ、おのれ、ふっ、目に物見せたら、じゃれつけ。にしてもさ、電磁波でやすらとか、これどこぞのトゲキッスじゃないっすか。アンコールもあんのかよこいつ。これはどっちにしろだったのか。俺きついわこの海流、ダメだわ。ってことはなんか鉄壁を覚えているメレシーだったとしたら、あんこで積んでるし、トリックルーム打ってから即ボディープレスに切り替えてるパターンじゃないとダメだったのか。いやー、僕のプレイスタイルからは想像できないパターンだね。くぅ、この試合はどうせ勝てなかった。ありがとうございました。ではちょっともう一個ザロクの実あるんで、もう一個食ってきます。というわけでマリルリちゃんの体力が無事ぴったり200になりました。やったね。でザロクの実はもう在庫がなくなりました。ザロクはとにかくなくなる。まあ体力にとりあえず振っとけってポケモンは意外となんかほら別のところに振り分ける要素も多いからね。努力値ってめんどくさいね。はい、というわけで、そんな育成環境ともお別れかもしれない。まっさら餅でしたっけ、出るもんな。まっさらないから木の実26個食わせる必要あったんだよな。はい、というわけで、育成事情を垣間見たところで、お相手のパターンからしてこれキラフロルが面倒オブ面倒ということを考慮すると、まず真っ先にマリルリでぶん殴るか。あいつに起点作られると動きづらいったらないね。物理も多めなんでメレシーは仕込んでおきたいか。ただのガチじゃんか。もう詐欺師がいっぱいだね、フェアリーさん。そう、可愛い顔の裏にってやつよ。綺麗な花にはトゲか。よろしくお願いします。にしてもさ、今回テラスタル元々のままでそんなにいじってないけど、やけに炎が多いのはハッサムへの憎しみが強すぎるな。ジェッサアックスされてしまいますね。じゃれつく外すのが一番やばくね。ジェット2発でよくね。バサギリ2発目に逃げられたりとかあるだろうかね。テラスタルは考慮してないです。岩変えられたら知らん。どの技打っていいのかもわかんねえしな。さあやる気満々のマリルリちゃん、向こうからしたらちょっと苦手な相手だよな。マリルリはすいや、すげえ。岩石アックス、最低限の仕事をこなしていく。ぴったり100ダメージ、なんか縁起がいいね。向こうはこのままバサギリ君を潔く捨ててくれるでしょうか。バサギリは言うて強いからね。ここでジェットで倒してマリルニの体力は150、向こうもそんなこと分かってんですよね。ってなったら意外と後退してくる可能性はあると思うんですよ。まあ仮にこのね、やる必要のない読みが外れたとしても、まあいいじゃん、ここはじゃれつきましょう。いや、あのリターンめちゃくちゃでけえから、おこういうことよ、リターンがクソデカなんだわ。はい、クソデカリターン、よし、ピコカウィーッス。5つ目かよ。神速あんのかなこれ。クソデカリターンとは言ったが、これ羽を休められるとしんどいな。ですがテラスタルまで引き出した。お前はよくやったよ。もう潔く散るといい。鋼か、なるほど。ってことはこいつ神速もない可能性があるか。言われずとも、ジェイ、攻撃下がった、最高だね。マリルリは生きていれば仕事があります。まあお相手はにしてもアンコール見せられたのしんどいな。ってことはメレシーも変な技使えないわけよ。こんにちは。まあやっぱりね、羽休め。トリックルーム、
渦固定海流、今回変なやつしかいねえじゃん。どうなってんだよ。だけどさ、逃げられないのはお前かもしんねえぜ。なんたってさ、メレシーの前で体力を最大にせずに残ってるってのがなめてんだよ。アンコールでもするかい。補助技いっぱい打つもんな、メレシーは。あるかもしんねえが、もうこの時点から殴りかかっていく。こちらはメレシーの、そう、過去のプレイ経験が豊富であり豊満ですからね。はい、上取ってぶっ潰してやる。ゆえに早めに上取ってからのボディープレス。捕まえたぞ。さあ、耐えられないと分かっているこの状況でお相手はどう動く。最後のポケモン次第なんだよな。正直カーミーいたらめちゃくちゃしんどいんだよな。偉大党の可能性はあるんだよな。正直大いにあるわな。でも交代できないんだわな。まあ、ここはもう打つしかねえかな。いやでもこの状況で帰りを失うっていうのがお相手のこれまで。いやでも外してもええわ。いけ。正直読みすぎもよくねえしな。変に補助技打ってあんこ縛られたら、さっきは読んだからさ、こっち向こうも読んでくることを想定した技選択をする可能性がある。変えた。誰だ、ゴースト。まあ仕方ねえな。さてどうしますかね。ステルスロック、交代読みで勝手に動いてら。帰りお帰りなるほど、誘い受けってやつか。なるほど、まだトリックルームのターンは生きてる。つまりここは、俺はここは素直に行くよ。向こう考えすぎてるわ。ちょっとこれ最初に読み通したのがさ、幸いしましたね。向こうはめちゃめちゃ深読みしてる。今も考えちまってるしな。やったぜやはりそう、読みを通してからどう立ち回るかっていうのはポケモンバトルの、そう、真髄でありますが、基本的には考えすぎちゃいけねえ。リターンの大きさを考慮した上で素直な行動が一番。これはかなり有利取りましたね。素晴らしい。さすがに気持ちよくなってしまいますね。残りのポケモンはバサギリちゃんとだよね。さあ、ステロがものすごい刺さる。で、状況なんか変なのはねえよな。ステロスロックが巻かれているのみ。これ意外と岩石アックスで落ちない可能性あるんだよな。普通に虫も岩もだからな、落とせるかもしんないっすよ。あ、インフォあんのか。でもフッチよ。あー、ダメか。やるじゃん。防御下がる。この状況でバサギリの交代はありえない。交代したら死にますからね。であればマリルリちゃん言っといていいんじゃないですか。ジェットドワンテ、こっちも岩が刺さってまあまあ痛いのが辛いところだな。ジェット、うれ、よし、いい流れですね。さあ問題は美大刀への対処ミスったら負けかねんところだ。こいつのお墓参りの火力どえらいことになってるからな。となるとまあ堅実にしっかり削っておきましょう。向こうもさすがに墓入ってくんじゃないの。ジェットしても落としきれないかもしんないからメリットないですからね。まあまあ俳優、お墓さあ、あいつは何を持ってるんだろうな。ですがこちらはミミッキュ、皮持ちですよ。インチキ見せてやるぜ。尖った岩でな、皮めくれりゃいいのにな、こいつな。でも今回はそんな理不尽ポケモンが味方でございます。ジェット
ほう、まず皮めくってきたか。まあ何でもいいもんな。シャドクロ、いい火力、一撃素晴らしい。対戦ありがとうございました。にしても今日の海竜はちょっと良くない日ですね。何してくるのか分かんねえんだわ。対戦よろしくお願いします。アローラベトンはやばいっすよ。あれはやばいっすよ。つうかガッサ怖え。ガッサ怖すぎな。正直怖いやつ多すぎて俺どうしていいのか分かんねえんだけどさ。マリルリ投げてブリモン投げてあとどうする。強えやつ敷き詰めていくか。プクリン出してる余裕はあんまないっすね。特殊いないしな。まあ強えやつ3人連れていきましょう。ちなみにプクリンの活躍試合はあったんですよ実は。というのも幻の1試合目がございまして、まあその試合は結局ね、確かドラパルトのたたり目型にボコボコにされたんですけど、まあ例によって、まあ、マリロリの体力しかりで、メレシーの技構成がまた今と違っててね、岩統一のままだったんですよ。でなんか準備不足すぎる敗北感もあったのでボツになってしまったんだね。あ、負けたよちなみに。でプクリンもなんなら普通にやられた、羽ばたく髪に。そう考えたら全然見せ場でも何でもないのでは。気にしてはいけない。では行こうか。ポンポコ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 腹太鼓、1ターンもらったも同然。リンルー、獲物を見つけたな。どこ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 。さあパワー全開。ジェットでは落とせんでしょうね残念ながら。なんせディンルだったら、キャッ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 、インシエより伝わる腹太鼓マリルリだぜ。下手したらゲームセット9、キャッキャッ、結構困るだろうな、キャッキャッ。やばすぎ。ディンルーが何もできずにご退場する火力、攻撃最弱でございます。イルカマーン、弱点つけねえっしょ。水フェアリーっていう耐性は結構優秀ですからね。キャッキャッ。でも向こうとしては何としてもこのマリルリ止めないとやばい感じですよね。テラスタルまで切ってくる。水かな、水ですね。まあインファも不一致で打点にならねえしな。まあジェットパンチ倍にした方が安心ってやつですかね。お、ウェーブタックルで来るか。そこまであるんだね。おお、すげえ。これでも8枚いてる可能性が濃厚になりましたね。なるほど、いきます。だったら素直に超火力ぶちかませばいいんじゃない。最後キネシス、引っ込めやがった。技の打ち替えをしようとしているわけだな。ベトンはここできっついわ。これはあかん。こいつ小さくなんだよな、こいつ。これやべえわ。このタイミングで出てこられると困るわ。正直ベトンに対してブリモンで頑張ったところで結果は変わりませんね。これやるんだったらミミックで積んだ方がマシ。嫌なタイミング来るわ。頭から完全に飛んだタイミングで来やがった。歯叩き落とす。実は武闘派だった。ブエ。もうバッキョ。弾失ったら火力も出ねえべよ。そう、こいつは殴る方でも叩き落とすっていう便利な技を覚えるからね。ま、少しでも削る海ではじゃれつくしかねえ。オッケー。お相手が深読みしてくれたか。まだ勝てる可能性が少しあります。でもこいつジェットパンチしてくるだろうからな、この肩。これはあかんで。
これはあかんで。つうかあれだな、悪タイプの体勢一つにしてやられたから、つうかイルカマンやべえなこれ。結果的にウェーブタックルあるって一撃で落としてくる前提だったらジェット安定でしたね。削ってればもしかしたらがあったかもしんねえ。ちょっと私のマリロリの耐久をちょっと過信しすぎだな。急所でも無理でしょうけど、でもまあ向こうが、いやー無理だな、ジェットパンチ打たねえわけねえでしょ。でもまあないわけではないかもしれないので、一応テラスタル影打ち急所で、お相手がジェットパンチしてなければ、そう 4% 以下の勝ち筋ですが、ベトベトンをブリモンでどうこう。おおおお、4%いっすか、4%いっすか、4%ダメです。あ、つうか 4% 引いてもダメだこれお相手のイルカマンかなり足捨ててたんだな。まあ 4% 引いてもダメだったんだこりゃ。うえー、さあブリモンはまあもう無理だな。毒悪という体制も優秀ですからね。そう、ベトンに関してはマリロリが始末しなきゃいけなかったから、もしかしたらですけど出てきてる順序的にはどうやっても厳しかったかもしれないな。マリルリをベトンに残せなかった時点で、はい、ありがとうございました。無念です。最終試合頑張ろう。対戦よろしくお願いします。初手わかる、皆さん何出してくるか。俺ジバコだと思うな。皆さんはどうです？難しいっすね、ポケモンバトルって。どうした突然。はい、いや難しいんだよ。まあやけくそでマリロリ行くか。違う、特殊多いんだよ今回。プクリンいけるぜ。でプクリン初手だな。ヘイラッシャーどうすんのか問題がやばすぎるな。今回はきついですね。ヘイラッシャーをどうにかできるやつを連れてかなきゃいけないんだけど、案外いねえんだよな。バウッツェルか。でもバウッツェルはそれ以外に対して無力すぎるね。ブリムーンを大切にすればヘイラッシャーにも勝てるかもしんない。そのノリでいこう。最終試合よろしくお願いします。でまあプクリンの強みとしては勝ち気ですね。なんでムーンフォースとか飛んできたら特攻ダウンを引くと逆に上がってカウンターできるっていう、さっき冒頭会話で喋ってた神との戦いはそういうことでした。ムーンフォース3割引けって言って引いてやったぜって思ったら、それでも神には全然通用しなくてという、とても悲しい時間でございました。よろしくお願いします。いきなり君か、チッス。お前なんか余計な技打ってきそうだよな。帰るわ。補助技なら跳ね返してやれる。ブリムアーン。普通に超痛いやつなんですけど、これやってくれるじゃないの。最近オーロンゲ武闘派増えてないか。まあ大抵壁張るんだけど、なんか殴ってくるやつ増えた気がする。しかもこのオーロンゲ、待て、もしかしてヤーティ、ソウルクラッシュならまだわからんでもないけど、じゃれついてきてるってことはこれヤケモンの可能性あるね。でもヤケモンにしてはじゃれつくの火力が低いか。だって命中不安定ながらそれを採用する理由とはそれぐらいしかねえでな。そこまであんのかなるほど、完全にこれはアタッカーですね。やべえ、最終試合の尺合わせにとんでもねえ型出てきたな。困ったな、テラスタルまで切ったんだぞ。ですがお前特殊耐久はそんなにねえはずだ。プクリン様の意向の前にひざまずけ。
これでまひったらもう今回の動画終わりです。ありがとうございました。と思っていたのか。続くわ。いくぞ。たー落とせねえ。死ぬーいやーきついっす、いやーきついっす、マジ。不意打ち、生きてるっす、かろうじてっすけど。なんとかオーロンゲ1体でこんなに持ってかれちまった。ひどいことするぜ、まったく。さあ、歪んだ時空が元に戻ってしまった。処刑が始まる。自爆か、無理ですね。すまん、皆さん呼びといて申し訳ないんだが無理だ無理だか、無理だから、これ。すいません、改めて終わるっす。ありがとうございました。オーロンゲといい、海竜といい、今日はなんかちょっと一味違うというかな、採用率がちょっと低い方の方に大量に出会う回でしたね。はい、まあポケモンバトルの面白いところでもある。うん、そういう方が活躍するっていうのはね、やられる側はたまったもんじゃないが、ありがとうございました。